クロード・シェソンはフランスの政治家。フランソワ・ミッテラン政権で第9代外務大臣を務めた。1920年4月13日にパリに誕生する。第二次世界大戦の間、シェソンは国外に逃れ、ルクレール将軍の第2機講師団に加わり、第1二アフリカ機兵連隊で将位を務めた。1948年に外務省へ入省し、その後は 西ドイツとの連絡部門の責任者となった。外務省での役職を移る中で、1952年には、フランス領インドシナ政府大統領の参事官、1954年から1955年には、ピエール・マンデス・フランス首相の官房長官、1957年から1962年には、アフリカ技術協力委員会の幹事長を務めた。 1962年から1965年には、サハラ機構の理事。1966年から1969年には、インドネシア大使を務めた。1973年に、欧州委員会の委員に任命された。1977年まで務めた最初の役職は、開発政策、協力、予算、財政管理を担当するものだった。 1977年から1981年の間は開発担当の長を務めた。1981年には委員会を離れ、1984年まで外務大臣として本国政府の一員となった。彼の時に省の名称がミニストリー・オブ・ジ・エクスターナル・リレーションズに変わったが、1986年には元の名前に戻った。彼は、 ドロール委員会に加わり、1985年から1989年の間、地中海政策と南北関係に関する責任者となった。2012年10月15日に死去した。92歳であった。ありがとうございます。